法然無視、信州徳良温泉に来てもう7日になる。私はそれまで家族と浅間山に近い千ヶ滝にいたが、書きかけの小説が出来上がらなかったので、家族は東京の両親の方へやり、自分だけこの徳良へ来て先を続けることにした。今までの人間家だった後、急に一人になるとその静かさが退屈となり、かえって時間を持ち扱うことがあった。書いて疲れる、湯に入る、寝転んで本を読む、それでなければ散歩する。散歩といってもアカシアの生えた千曲川の包みを神山田まで行き、それから湯宿の軒を並べた道をまた徳良へ引き返してくるのだが、その間20分とはかからず、帰っても歩いてきたというほどの気がしなかった。ある時、神山田の公園敷地の運動場で小学校の教師たちがベースボールの試合をしていたことがある。私は初秋のまだ暑い午後の日を斜めに浴びながら、それをしまいまで見ていた。二十歳から32、33くらいの連中で、うまい、まずい、さまざまだが、勝負より雑談を楽しんでいるという風で、気楽で大変良かった。打っ手が立ち、捕手が外野の位置を命令する。打ち手は一生懸命気を入れて構えているが、それがあまりに長かったので、さも呆れたように、捕手を顧み、こんなことを言った。おい、少し静かにしてくれよ。気が散っていけねえ。三塁手が審判者を投手と間違え、球を返したため、球は本塁と一塁の間の泥の中へ転がり込んでしまった。一塁の走者はそのまま生還した。そうかと思うと、その時はすでに西だったのを知らず、三振を受け取った捕手がグラブを取り、すでになった二塁手に直球を投げ、狼狽させた。そういう愛嬌の続出がよくみんなを笑わした。笑い声と無駄口と程よく交わされ、勝敗を超え、ただこの遊びを楽しんでいる感じがいかにも朗らかで、見物に王も同じ気持ちに誘い込んだ。また、ある日のこと、隣座敷に県会議員が来て一泊した。長野から電話がかかり、またこっちからかけ、忙しそうだったが、次の日、朝から客があり、昼になり、二人一緒に食事をし始めた時だった。まる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 ですね。と客の声。え？と県会議員の声。まる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 ですね。と客は繰り返す。はあ。と今度は分かった県会議員は、多分その時、うなずいたに違いない。あれはどうしても、まるまるまるせんといかんという説の方が多いですがな。はあ。それきり二人は黙った。しばらくして、どういうものでしょう、と客の声。さあ。さあ、どういうものでしょうな、と県会議員は要領を得させずに、いつか話を他のことに転じてしまった。退屈している隣の一人客には、こんな会話もなかなか面白かった。散歩は神山田でなければ、反対の方角の村へ行ってちょっと面白かった。千曲川を対岸へ渡る細長い橋のたもとから、灌漑用の水道が分かれている。その包みを少し下ると、雪が積もったように、エビ茶色の実をいっぱいにつけた山椒の木があった。私は、ご苦労にも、ノコギリを持って行って、一枝を切ってきて、宿の年寄りに見せたが、それは食えない山椒だという話だった。食えなくても色が美しく、壺に生けていいものだったので、私は我流で真似事をやってみた。しかし、座敷中散らばして、ついに物にならなかった。セラシナ神社。まっすぐの大きな森に覆われた広い境内に、緑のむやみと高い本殿と、七八軒隔たって、本殿よりも大きな拝殿を持った社だ。曇った静かな夕方だった。本殿の左側のお札を売るところには、あごひげだけある神官らしい老人と、もう一人の老人とが向かい合って着せ湯で、タバコを飲んでいた。私がそっちを見ながら行くと、老人たちも黙ってこっちを見ていた。森は北から南へまっすぐに、一筋に道があるだけで、道以外は木に覆われた
薄暗い中に板々草が三尺ほどの高さでいっぱい茂っていた。霧というほどではないが、木の高いところは水蒸気に包まれぼんやりしていた。すべてが灰色で、あたかも夢の中の景色だ。向かい合って黙ってタバコを飲んでいる二老人もいかにも夢の中の人物らしかった。そんなことを考えながら受験ばかり来た。その時私は突然後ろから大きな声で怒鳴られたように感じ、びっくりして立ち止まった。今年の祭りにはこんなことを言っている。今まで黙っていた二老人が話を始めたのだ。それが大きな森に響き渡った。森全体が大きなドームのようになっていたからだ。こんな風に掛け物をしていない時の私は全くの暇人だったが、7日目の午後、前月号と合わせとにかく70枚ばかりのものを掛け上げることができた。私はやれやれで湯に入るとすぐ宿を出て、今日は橋向こうの温泉場でない以前からの徳良町の方へ出かけた。河原の砂原でそこらに流れてきた木の枝や藁やゴミを集め焚き火をしている男があった。風が吹き火はよく燃えた。しかし男はそれに当たろうとはせず、一人せわしく焚き物を求めて広い河原を歩き回っていた。肥料にする灰を作っているのかもしれなかった。昼中吹きさらしの寂しい河原でぼうぼう燃えている焚き火の火は一種不思議な色に見えた。太い亜鉛の針金を欄干にした橋は自動車が来るとよく揺れた。私は歩き出し、ようやくこの長い橋を渡り切った。そしてしばらく行くと右側に大きな小学校があり、その門前で女の子が3人拳をして遊んでいた。私はまた立ち止まった。関西でケン、リアン、ホイ、関東でジャンケンポンという。それをここの子供たちはまた別なことを言っていた。私はそれを聞き取ろうとしたが、上司だけ入ってきてその文句はどうしても分からなかった。旧徳良の町は古風でいいところがあった。町の真ん中を水が流れている。その片側は自動車などの往来になっているが、他の側は道のザクロの木など生え風情があった。造り酒屋の前を過ぎ右へ折れ停車場へ向かった。もしすぐ出る乗り合いがあればそれで帰ってもよし、また上りのいい汽車があれば上で見物をしても面白いと考えた。ちょうど10分ほどで出る汽車があったので、私は駅前の角茶屋から黙って出た宿の方へ電話をかけてもらった。汽車の窓から見るこの辺の景色、湾を伏せたような山の佇まいにはやはり特色があった。上田に着いたのは5時何分。私は帰りの汽車を決め、その間に車で町見物をすることにした。下りまで1時間半ある。それを車夫に念を押して出かけた。車夫は私より年上の人の良さそうな親父だった。関西から来るとこの辺一帯人気のいいことが感じられ愉快だった。若い頃はその土地の人気の良し悪しなどあまり気にならなかったが、近頃はすぐそれが感じられ、てきめんにその旅を愉快なものにしたり、また不愉快なものにしたりするようになった。真田幸村が築いたという城が町外れにあり、それから見物する。大手にあたるところの古い監獄が今は空き家になって薄汚れた白い土塀に囲まれていた。監獄の塀といえば赤レンガに決まったようなものだが、こういう土塀は京都とここぐらいなものではあるまいかと思う。京都のも山城に移り今は空き家になったはずである。車夫は畑道を山の方へ急いだ。私の注文で今度は車見物である。火の未だ灯らない車は寂しいよりむしろ陰気だった。新しい家は竹が高く間口が狭くヤクザに見え、古い家は屋根が低く間口が広くどっしりとしていた。のれんの間から黒光の下幅広い梯子段が見え、奥からは薩摩琵琶の音が聞こえてきた。いかにも新刊としたものだ。車夫は大正工事という
マックスができ、今はここも昔ほどではなくなったというような話をした。私たちは車を出て町の賑やかな方へ向かった。シャフは大正工事に続く他のマックス町を見せてくれた。普通の人家に挟まり、ポツリポツリそういう家があり、緑色のガラス障子の中で女が化粧していた。ケバケバしいところのない案外落ち着いた通りだった。あたりはようやく暗くなり、車がある橋へかかろうとしたとき、町には一斉に電灯がついた。シャフは川続きの市場を見ようかと言ったが、私はそれより芸者屋町を通り一番賑やかな町へ出てくれと言った。シャフはそのようにしてやがて私を停車場へ連れ帰ってくれた。私の町見物は1時間かからなかった。下り列車まではまだ40分ほどあり、その間待合室でぼんやりしているくらいなら、この辺でそばでも食おうと私はまた町の方へ引き返した。が停車場前のそういう家はみんな薄汚く入る気がしなかった。今のシャフが秋車を引いて帰るのと一緒になった。もう少しマシな家はないかねと聞くと、そば屋ですか、それは惜しいことしました、さっき前を通ったのだが、とシャフは残念があった。よほど遠いか、まるまる町です、芸者屋のあるところか、あの小さい橋の脇のヤブといって名台の家ですが、どうだ30分で行ってくれないかね、大概行けましょう。シャフはまた私を乗せ、苦しそうにつま先上がりの大通りを一生懸命走った。思いのほかに遠かった。蕎麦屋は路地の中にあったので、私たちは車を乗り捨て二人一緒に入っていった。土足のシャフは下の鎌地に、私はすぐ二階へ上がった。自分時なのに一松の畳を敷いた広い座敷には、白ひげの老人が一人天ぷらで飯を食っているだけだった。まもなく坊主頭の元気な小僧が私の注文したものを持ってきた。そばは黒く太く、それが強く寄った縄のようにねじれていた。蚊が高く味も実にうまかった。私はこれこそ本当のそばだと思った。ただ汁がいかにも田舎臭く、せっかくのそばを十二分には味わわしてくれなかった。東京のそば好きが週だけ持って食いに来るという話はもっともに思われた。住んで降りていくと、シャフはもう膝掛けを抱え土間に立っていた。私たちはすぐ今来た道を停車場へ引き返してきた。帰りは下りで早かった。私がそばを褒めるとシャフは喜んでいた。停車場の前にアーク塔があり、それに大きな一人虫が二三軒の厚さで渦巻いていた。駅の広い待合室もそれでいっぱいだった。乗客はそこにいられず、みんな外へ出て避けていた。それは陽炎で、縦横十文字に飛び交わす様は風の日の雪と変わらなかった。この辺で放年虫といって、これの多い年は作がいいと喜ばれます。火事棒を下ろしたシャフは汗を拭きながら説明した。二度目の賃金を聞くと、ご馳走になったからとシャフは安いことを言った。つまりもらうべき賃金からそばの代だけ引いていっているのだ。その律儀さがおかしくもあり、気持ちよくもあった。私はそれだけ増してやったが、シャフは気の毒になっていた。放年虫の渦巻く様は初めてで、私には大変珍しかった。駅夫の一人が大きい上路で畑に水をまいている。弱い陽炎は一度押し言うと、その薄い歯を水張りにされもう動けなかった。叩きの土間はみるみる薄雪のよう白くなっていった。明るい電灯の下は特に渦巻きが激しかった。わんぱくらしい男の子が二三人かわるがるその下を駆け抜けた。そのうちその一人がわざと一番激しい渦巻きの中に立って、風呂敷を頭の上でやけに振り回していたが、それは10秒とは我慢できなかった。逃げてきた男の子は逆さまになって襟首に飛び込んだ陽炎をいくつも振り落とした。改札が始まった。乗客たちは虫の中をまともにはとても抜けられず、待合室の橋を隅から隅へ遠回りをしながら改札口へ向かった。虫は歩道にもいたが、
電灯の光が弱く、それほどではなかった。まもなく下り列車が着き、それから1時間して私は戸倉駅まで帰ってきた。駅の前には神山田行きの乗り合い自動車が待っていた。私はそれに乗った。客は私の他に色眼鏡をかけた小柄な若い衆一人だった。車掌は二十歳ばかりの恰幅のいい男で、阿賀の列車から降りた二人連れの女がそのまま町の方へ歩いて行くのを見ると、さあ出かけようと運転手に声をかけ、自動車の回るのを待って自分も乗ってきた。その時暗いところから15、6の娘がかけてきて、これも動いているのを車掌に助けられ、笑いながら乗り込んできた。知り合いでみんな賑やかに話し合っていた。あれからどうしたねと車掌が娘に聞く。直也が美奈子のうちにピストルを持って暴れ込んだのさ。私は今までぼんやり聞いていたが、話に急に直也が出てきたので私は聞き耳を立てた。話の気組みから最初私は何かこの辺の出来事かと思ったが、それは菊池寛作春秋婦人の話だとすぐ分かった。その瑠璃子が後に春秋婦人となってあまたの男女をもてあそぶのだ。車掌はまだそれを読んでいない色眼鏡の若者に説明した。あまたの男女ということはあるまいと、色眼鏡の若者は揚げ足を取った。娘は長尾で見た春秋婦人の活動写真の話をした。そして菊池寛が一等いいわと言った。若者たちも菊池寛崇拝だった。私は菊池寛は私の知人だよ、そう言ってみたい誘惑をちょっと感じた。そして直也というのは私のことだと言ったら、さぞみんなびっくりするだろうと気楽なことを考えた。自動車は千曲川の長い橋にかかった。橋板がカタカタとけたたましい響きを立てた。えらい放念虫だぜ、まるで雪のようだ。今まで黙っていた運転手が前を向いたまま行った。みんな窓の外を見る。橋には20軒置きくらいに電柱が立っていい、それに電灯がついていた。そしてここでも無数の陽炎がその火の前に渦巻いていた。一つまた一つ二三丁先まで何本かある電柱にはすべてその渦巻きがあった。誰もいない暗い夜、ここを鮮度と夢中に渦巻く虫の群れを眺めるのは一種不思議な感じがした。虫は川の真ん中に近づくほど多かった。そしてその電灯の下には二三寸の厚さにそれが積もっていた。自動車の通った跡を見ると雪と変わらぬ私の跡が残っていた。橋を渡り自動車は左へ折れ、警笛を鳴らしながら町へ入っていった。町中も放念虫で賑わっていた。店々で鞍馬の火祭りのように往来中に大きな焚き火をしていた。またある店では電灯を軒先に吊るし焚き火をしないところもあった。自動車は焚き火を避け、騒ぎ回る子供たちに注意しながら徐行した。やがて私は神山田まで行く若い連中と別れ、一人宿屋の前で自動車を降りた。翌日私は日暮れを待ち橋へ出かけてみた。あのうようよ動く虫の積雪は考えようでいかにも不気味なものだったが、私にはまた別の好奇心があった。ところがどうしたことか、昨夜あれほど集まっていた電灯に今日は一匹の放念虫もいなかった。風の吹く晩で出る虫出る虫みんな遠く飛ばされてしまうらしかった。風上に向かい橋の上に立っていると、河原の暗い中からほの字のくあたかも水面へ浮かび上がる泡のようにそれが吹き上げられてくる。それほどの風でもないのに吹き上げられた虫は私の顔をかすめ、どんどん川上遠く飛ばされていった。前夜の虫は昼の間にかき集められたか、電柱の根に一尺ほどの小さな山にされ、油臭い嫌な匂いを発散していた。その夜私は神山田の方を一回りし、1時間ほどして宿へ帰ってきた。座敷には床が取ってあり、少し疲れた気分で私はその上に寝転んだ。まだ雨戸を閉める窓の障子に一人虫が来てぶつかった。私はふと一匹の陽炎が畳の上をせわしく飛び回っているのに気づいた。
カゲロウは滑走するように畳の上をくるくる回っているだけで、少しも空には飛び上がらなかった。見ると羽は完全だが、足がどうかして立てない風だった。立ったと思うとすぐ横倒しになるので、カゲロウは慌ててまた飛び立とうとし、畳の上を滑走した。そしてそれをどうしても払えないので、こんなに苛立っているのだと思われた。この虫は羽をつまんでやると、のんきそうに前足を二本揃え、まっすぐにするものだがなと思っていると、カゲロウは私の座っている座布団の閉じ糸に足を引っ掛け、動けなくなってしまった。そしてがっかりしたようにしばらく横倒しになっていた。私は羽をつまんで離してやった。見ると揃えて前へ出さずの足はもうすっかり萎縮して用をなさず、その巻いてしまった足の先が閉じ糸に引っかかったのであった。いくらか菊足といえば後ろの2本だけで、これはこれから間もなく死んでしまうカゲロウに違いなかった。私はそんなことを考えながら羽をつまみ、なおよく見ていると、これはまたどうしたことか。虫の胴中から下がまるで糞かなんぞのようにぼたりと腐れて畳へ落ちてしまった。なるほど、生きているうちからこの虫の体は腐れていくのかもしれぬと思った。昭和4年1月。